えーとですね、先ほどの動画でちょっと言葉が足りないなと思った部分があるので、説明を付け加えたいなと思いました。イスラエルが辞めなくてはいけない理由っていうのは、 決してイスラエルは対ハマースに関しては正しいことをしていると思います。いついつ攻撃するよっていうのを警告しているわけだし、それでそれまでにパレスチナの人にガザにいる人にも逃げてくださいと。 言ってるわけで、で、時間を与えてるわけじゃないですか。人道的に対応しようと、みんなに呼びかけてるわけですよね。避難しなさいと。イスラエルの目的は、ハマスをやっつけることで、パレスティナをやっつけることじゃないんですよね。バイデンは、もちろん国としては、イスラエルに支援するっていうのはもう100%で、これはもうこれからも変わることはないと。 思うんですよね。ただ、今回のことに関して言ったら、パレスチナの人も無実だし、罪はないので、パレスチナの人たちにも人道的支援はできる限りのことはしますって言っています。要するに、敵はハマースなんですよ。ハマースはイランがバックアップしてるから、どうしてもイランがこう、なんか、いろいろうるさいことを言ってきてるんだけど、アメリカ的にはイランはもうちょっとあっちに行って、 っていう,ふうにイランを巻き込まないような努力をしてあくまでもこれはハマスとイスラエルの問題だっていうことで片付けようとしているわけですよねその最初は昨日か何かいついつ地上戦を開始するって言った時に「いやちょっと待って」「いやそれはあまりにも早すぎるからちょっと あのもうちょっと待ってくれっていうふうにイスラエルに言ったわけですよね。 それでもう今一生懸命避難するように手伝ってると思うんですよね。アメリカは空母を出したりとかもしてるし、イスラエル側の言い分としては、もうこれ以上戦争を吹っかけてきたのは無効だし、これ以上もう本当に一般市民が犠牲になるのはもう溜まったもんじゃないっていうことで、それを食い止めるためにハマースをやっつけるっていうふうに言って、 てるわけけなんですけれども、だからといってそれでうーん一般市民を同じように巻き込む報復の政策をとるっていうのはまあ言ってみたらアメリカが第二次世界大戦で取った原爆っていうねそういう行為にも似てるんじゃないかなって思うわけですよ。 もうこれ以上被害が起きないように最後の手段としてやる。 っていうのはわかるんだけどそれだったら一般市民を巻き込んじゃう人道的でないっていうところに行っちゃうから原爆を落としたアメリカと同じになってしまいませんかっていうことでそれはやっぱり私は違うと思うんですよねアメリカもそういうことをした国だからいくら戦争とはいえ核という武器を落として それによって勝者なんだけれども苦しんできたと私は思ってるんでそういうことは避けないといけないっていうふうにアメリカもわかってるんじゃないかなと思うんですよ。思いたいというか。 だからその国際法う々ぬみたいなことで言ったら悪いのはもうハマースだって分かってるからハマースがいけないんですよねでもだからといってじゃあそこに原爆ではないにしても攻撃をかけていいのかなっていうことだと思うんですよね。それでじゃあハマースが退治されて崩壊したとしてそこに残るものって何って思うんですよ。 それは第二次世界大戦を経験して原爆を落とした国と落とされた国があってそこから生まれたものって何ですかってアメリカ人の中ではやっぱりね自分の身内とか戦争に行っていた人たちももちろんいっぱいいるし国としてもずっと戦争してるわけだから。 暗く落ち込んでたと思うし、だから戦争が終わったときはね、それはそれは、もう花火上げて、人々はダンスして、キスして、もうそれは喜んだみたいなんですけどね。で、この間もそういうのがオッペンハイマーの映画で映ってました。で、ああ、やっぱり随分違うなっていう風にね、改めて思いましたけれども、でも、 元々は差別されてたユダヤ人だから、いくら戦争に勝っても大きい戦い、自分たちが抱えてた人種差別だとか、世界から認められるとか、そういう部分での戦いでは、 負けてしまうんじゃないかなと思うんですよ。そっからまた何を言われるかわからないっていうことを思うと、せっかくイスラエルの人たちもう一生懸命働いて、一生懸命ビジネスでも貢献して、いろいろなところでいいことをしてるのに、それがまた崩れ落ちるなっていうふうに思ってしまうんですよね。だから、絶対にイスラエルはここはぐっと抑えて人道的対応をしないと。 いけないなと思うんですよ。絶対に市民とか一般の人たちを巻き込んではいけないと思うんですね。だから攻撃をするなとは言わないけれども、やはりですね、その仕方に問題があると思うんです。なんかすごく怖いことになってしまうなと思ったんですね。11種のお友達とかも多いし、イスラエルの人たちをサポートするからこそ、ここでちょっと もうちょっと冷静になって考えてほしいなと思った次第です。 で、日本がね、岸田さんがやっとチャーター機を出したみたいなことも言ってて、その動画も見たんですけど、どこの空港だったかちょっと名前忘れたんですけど、その空港の動画見る限りでは、結構笑ってる感じでなんか、どこの観光客ですかみたいな感じもしないでもなかったし、あんまりこういう危機感みたいなのは感じなかったんで、これはいいのがあるのか、ただの日本人の独特の平和ボケなのかよくわからなかったんですけど、一言 ジョーン !55 からのハッピーライフチャーター機がなんか三万円だからなんか、なんかお金を 取られるみたいな。で、それもちょっとびっくりしたんですけど。で、韓国機に乗せてもらった日本人もいるとかって言って、なんか驚きですよね、それ。どういうことって思ったんですけど、韓国と日本もいろいろあるわけだから、こういう時には、韓国にはもう本当にありがとうっていうことをもう、大々的に日本は言うべきだと思うんですよね。 なんかその辺どうなってんのかなって思いました。たや自国の国民を救うのにもお金を取る。で、乗りそびれてしまった人がいるのに、それを韓国のお隣の国の機体に乗せてもらうっていうのは、どういうことなのか。ちょっと日本、びっくりですよ。別にアメリカ褒めるわけではないんですけど、アメリカはどんな時でも、日本の震災の時でもそうだし、もう自国の人、 人はももううう第一優先に守るっててのをもう必ずしてますよねそれはね、だからある意味、なんだかんだあっても国の国民は守られてるなって思うのはそういうところだと思うんですよね。それはね、絶対的なんですよね。でも、日本はコロナの時もそうだったけれども、日本 日本人なのにその水際対策で日本以外に住んでる日本人のことを助けてくれなかったじゃないですか。そういうところが本当に日本の政府って冷たいなって思っちゃうんですよね。その辺もうちょっと本当に日本の政府には日本人をもっと守ってほしいなと思うところでもありました。 っていうか、ジャーナリズムのね、クラスを大学院で取ってる学生としてもこれは切実にいつも思ってることなんですけど、TBS かなんかのアナウンサーかキャスターかき記者っていうのかなこの時期にね、ガザで取材をしてたんですよね。で、それ見て、危ないから帰って、 本がいいいいんじゃなっっってて思ったのは私だけですかっていうまだね、これがピューリッツァー賞とかを目指しているフリーのジャーナリストとか、そういう人だったら、まあね、わかるんですけど、会社に所属している社員がそこまでするっていうか、 そこまでさせるテレビ局どうなのかなっていくら給料出してるんだろうって思ってしまいました。イスラエルのさっきの報復の問題なんですけど、こんなひどい目にあって許さないみたいに思う気持ちはわかるんだけれども、暴力での復讐は平和を生まないなってつくづく思うんですよね。これアメリカの 同時多発のテロが起こった時にみんなが口を揃えて言ってたことでねやっぱりブッシュがもう絶対に許さないみたいに言った時に多くの人たちが暴力での報復は暴力を生むだけだっていう風に声を上げてたと思うんですよねアメリカとしてはターゲットとしてはビンラディンだったと思うし決して民間の人を多少は巻き込んじゃったと 時もあんのかもしれないんですけどここまでひどくその人道的行為を無視して攻撃したってことはなかったと思うんですよねだからその辺がちょっと今回のイスラエルの動きはすごく心配ですこれからねあの どういういいになっていくのか、イスラエルの人たち耐えて頑張って努力して本当に勤勉な人たちが多くてだからこそアメリカでも成功している人たちが多いわけでお金を持ってる人たちがバックにいるからイスラエルって多分お金持ってる と思うんですよね。で、もう一つ気になったのは、例えば TBS とかの取材で受けている人たちも、なんか英語喋ってんですよね。なんで英語喋るんだろうっていうのを思うと、やっぱりそれだけ教育を受けている人たちだし、グローバルな生活があるからなわけで、 そういう人たちをインタビューしてどうなんのかって思ったりしたんですけどね、もっとやっぱり地元のローカルの人たちの声を伝えるのが本当のジャーナリズムなんじゃないかなと思うし、ちょっとその辺がね、疑問に思った次第です。ご視聴どうもありがとうございました。